イルカ交通の貸切バスイルカ交通株式会社は、富山県高岡市につかに所在する、貸切バス、路線バスタクシー事業者。小矢部市内に本社を構える大和トランスポートグループの一員。キトキト、ライナー、キトキトとは、富山弁で、新鮮な、生き生きとしたを意味する言葉である。高岡市、都並市、南都市と愛知県名古屋市を、国道156号。 北陸自動車道、東海北陸自動車道、名神高速道路、名古屋高速道路を経由して結ぶ。高岡市から岐阜県大野郡白川村を経由して高山市までを結ぶ高速バス。一部の便は小矢部市と都並市の停留所にも停車する。高岡名古屋間で長年競合してきた加越ノーバスおよび高山側のバス会社である、納品り合い自動車との共同運行。 当初は2020年4月10日、運行開始予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開業を3日前の4月7日に、延期が発表された。その後、同年8月7日より運行を開始した。キトキとライナー東京、キトキとライナーとしては、初導入となる三菱エアロエース3列シート車工術の、ツアーバス、ドルフィンライナーが乗り合い移行する形で開業した。 ドルフィンライナー世紀の高速バス路線であるキトキとライナーと異なりツアーバスとして運行された。新高速バス制度施行に伴い2013年7月に高速ツアーバスとしての運行を終了。8月8日より先日の高速乗り合いバスキトキとライナー東京として運行を再開した。専用車として導入されたハイグレード車。 ドルフィンライナー宮城はエルム観光バスに転籍した。ありがとうございます。